それでは、こちらのタイトルについて、自然言語処理研究室の間が発表させていただきます。参考文献です。こちらの方をメインに紹介していきます。で、途中でディリクレ分布っていうのが出てくるんですけど、それの、イメージをしやすいサイトがこちらで、他のアルバートっていう会社が、読書会やってて、そこで、全ての会に章についてスライドを分かりやすくまとめていたので、すごくこちらも参考になりました。今日の内容です。主に、1章と2章についてやっていくんですけど、トピックと潜在意味から入って、で、確率的生成モデル、グラフィカルモデルで、ディリクレ分布の説明をした後に LDA について軽く触れていきたいと思っています。まず最初に、じゃあトピックと潜在意味についてやっていきます。まず最初に、こちらの3枚のカードがあるんですけど、こちらに書かれている、単語いろいろ書いてあるんですけど、それぞれの共通点は何かということで、自分たちが見たらもうすぐ分かりますよね。おそらく一番上が音楽 で左が演劇、右がスポーツ、ベースボールとか書いてあったりするんで、そうですよねっていうふうにすぐ分かると思います。で、潜在意味っていうことから説明するんですけど、共通の単語が、共通する単語、例えば音楽とかスポーツっていう直接表す単語がなくても、先ほどのカードからもそうですけど、大体の単語から、大体共通する意味はこうじゃないかっていうふうなものを想定することができるっていうもの、単語の共通性によって、創発される情報、例えばプレイ、ゲーム、ベースボールから、スポーツだろうっていうふうなことを潜在意味というふうに言います。また、潜在的意味なそのカテゴリーのもの、例えば音楽、演劇、スポーツっていうのをこうトピックっていうふうに言っていきます。次に確率的生成モデルについて説明します。例えばこうデータの過程を確率モデルによって表現したモデル、そのままなんですけど、例えばこう確率変数 xi が、確率分布の p に従うとき、このように表せるんですけど、これはあと言葉を変えて言うと、確率変数 x っていう値が確率分布 p から生成されたっていうふうに言うことができるんですね。これを、生成モデルというふうに表しています。次にグラフィカルモデルについて説明します。これは確率変数間の条件付き確率、依存度構造のグラフで表したものになっています。例えばこう経面のサイコロ、面が結構あったとして、でそれで各面が出る確率を π、1から k まであって、で i 番目に出た面、何回か振って i 番目に出た面をこういうふうに zi っていうふうに置きます。で、ここで zi がこう多項分布に従うってすると、このように表すことができるんですけど、これを、モデルで表すとすると、このようにすることができます。これも多分先ほどと同じなんですけど、π からこう出てきている感じで、でもこれ本当は傾向あるんですけど、これって毎回こんなたくさん書くのが大変なので、このように大きな四角で囲んで何個あるよっていうふうに表すことで一つにまとめることができます。このように表すことによって、自分が扱っているものをこう分かりやすくまとめるということができるようになります。次にグラフィカルモデルの3つの具体的な、例について説明していきます。このテイルトゥーテイルとヘッドトゥーテイルとヘッドトゥーヘッドっていうふうなものがあって、で最初に一番左のテイルトゥーテイルから、これはさっきの、こちらとほとんど同じような形になっているんですけど、3つの、
条件の中で、まあ、A と B 生成されて C から出てくる A と B がまあそれぞれ独立であるという条件で、まあ、結合分布は、C が起こった時に A が起こる条件付き確率と B が起こった時に、まあ、C が起こった時に B が起こっている確率と、まあ、C 単体が起こる確率を全て掛け合わせてあげれば表せるよねという形になっています。次に真ん中のヘッドトゥーテイルについて説明していきます。まあ、これは本当に順番に起こっていると言っていいんですが、まあ、A と B は独立であると。で、まあ、間に挟まれているんですけど、まあ、独立で。で、結合分布が、C の後に B が起こる確率と A の後に C が起こる確率と A 単体で起こる確率、まあ、このふうに順々に戻っていくと結合分布、まあ、全体的に全てが起こる確率を、数式で表すことができます。最後に一番右のヘッドトゥーヘッドについて説明していきます。これは、まあ、テールトゥーテールの逆みたいな形になっているんですけど、まあ、A と B はまあ独立ではなくて、まあ結合分布でいうと、まあ、下から戻っていくので、まあ、A と B が起こった時のに C が起こる条件付き確率っていうものと、まあ、あと A と B の単体の確率を掛け合わせると全体を求めることができます。次にディリクレ分布について説明していきます。まあ、まずディリクレ分布についてざっと式で表すとこんな感じになっていて、ここで XI が、まあ、事象が起こる確率、αi が、まあ、XI の起こった回数プラス1っていうふうになっています。まあ、これすごい長いですよね。まあ、でもまとめるとこんな感じになっていて、左の方が、あ、すいません、まず右から説明しますね。右が、例えばこう XI の αi マイナス1乗ってなっているので、これはまあアルファで起こった回数プラス1っていう処理をしているので、そこから1引いたら、まあ、実際に起こった回数乗しているだけっていうふうになっています。まあ、それを i から k まで全部やっていくっていうことで、まあ、実際に起こった確率をもうそのまま掛け合わせている生成確率のような感じになっています。で、次に左なんですけど、まあ、ディリクレ分布っていうからには、まあ、相和が1であってほしいと。で、まあ、こちらのものを全て積分してあげると、まあ、これが出てくるので、まあ、ご都合をよくするためというか、積分して1にするためにこれの逆数をかけてあげているというだけなので、まあ、あんまり気にしなくてもいいところ、本当に意味があるのはこちらというふうになっています。まあ、具体的な例を持って説明していきます。例えばこう3面のサイコロについて、30回投げて3つの面がそれぞれ10回ずつ出たとすると、まあ、アルファを計算すると、まあ、アルファは出た回数プラス1なので 10+1 を3つやってあげて全部11と。で、ここで、まあ、3面の出方がまあ、均等な場合、まあ、全部3分の1で、重心が少しずれてて少しだけ出方が変わっている場合ってなると、まあ、ここだけ 0.9 で 1.1 で、重心が非常に偏っている場合、まあ、1個の面がすごい出てあとは全然出ないっていう 2.8、0.1、0.1 の場合で、計算をしていきます。まあ、先ほども説明したんですけど、ディリクレ分布の左についてたすごい大きい、まあ、正規加工ってやつなんですけど、それは一応無視してあげて、まあ、ここだけを考えてあげて以下の計算をしていきます。まあ、一番最初に、全部均等に出る場合については、まあ、計算上 α-1 以上してあげるので、まあ、3分の1の10を3回やってあげる。で、2番目も3番目も同様に計算していきますと、
1番目の値が 4.86×10 のマイナス15乗、2番目が 4.39×10 のマイナス15乗で、3番目が 1.44×10 のマイナス30乗というふうに出てきて、まあ、大きい順に並べると 1,2,3 というふうになっていきます。で、まあ、この数字が何を表しているかっていうと、この実際に出てくるこのそれぞれの起こりやすさがどれだけ有効かっていう度合いを示しています。なので今回で言うと、確率が、一番の、全てが均等に出るというパターンが最も有力なんじゃないかっていうふうに言うことができます。最後に LDA について軽く説明していきます。まあ、LDA は文書内の単語の狂気性を使うための、まあ、統計的なモデルになっていて、まあ、今回でディリクレ文法を使ってくるんですけど、まあ、今回は導入だけ説明していきます。まあ、一つの文書には、複数の潜在的なこう意味トピックが存在するっていうふうに仮定をして、同じトピックを持つ単語、例えばスポーツだったらベースボールとかプレイとかっていうふうなものが同じ文章に現れやすいっていうふうな仮定を置いています。ここで、まあ、例で、文章1と文章2において、まあ、それぞれの単語に、まあ、潜在変数、まあ、トピックみたいなものなんですけど、それを割り振った結果が、まあ例えばこのようになっていた場合、まあ、1だとスロープ、ミュージック、コンサート、プレイ、ジャズで、まあ、ミュージックからジャズまでが全部同じ077っていう77っていう変数が与えられていて、文章2だと、まあ、ボーイズ、プレイ、ゲーム、メグ、プレイであるんですけど、まあ、プレイ、ゲーム、プレイが同じ166っていう変数が割り当てられています。まあ、ここで気づいてほしいのが、まあ、プレイ、同じプレイが使われているんですけど、文章1と文章2で、まあ、プレイに与えられている潜在変数が異なっているというところですね。まあ、このようにして、まあ、プレイの意味をこう判別することができています。でまたここで出てきた77とか116っていう変数はただまあ数字的な値しか持っていないので、まあ、実質的な意味は持っていません。そこで、まあ、77と166がどんな意味を持っているのかっていうのを解析した結果がこんな感じになっています。まあ、それぞれ、まあ、このコーパスを使って77、166の、潜在変数トピックが与えられたときにどのような単語が出やすいかっていうのを並べたのがこちらになっています。77だと、まあ、ミュージック、ダンス、ソング、プレイ、シングやって、まあ、166だとプレイ、ボール、ゲームとプレイングヒットであるので、まあ、77はトピックの77っていうのは音楽に関係しているんじゃないか、166はスポーツに関係しているんじゃないかっていうことが分かってきます。このようにして、どのような単語が狂気しやすいかっていうところから、まあ、トピック、まあ、音楽だったりスポーツだったりするものを、まあ、推定していくのが、まあ、LDA の大事なところになっています。まあ、次回は、まあ、生成モデルについて、具体的な生成過程について話していきたいと思っていますので、まあ、今回はこの辺りにしておきます。まあ、今日は、トピックと潜在的意味、確率生成モデル、グラフィカルモデル、ディリクレ分布と、まあ、LDA の簡単な導入について説明させていただきました。これで終わります。